さあ始まりました。そうですね、タカちゃん、今日は本当におはびやてぃんだよ。朝の9時。そうですね、朝の9時、ね、はい、すがすがしいね、いい天気だし。で、ここは今日は見てくれ、桐蔭駅だ。ビアティンのスタジアムまで行く最寄りの駅。そうですね、うん、で、今日はさ、ビアティンのさ、スタジアムまで、桐蔭駅っていうのは駅までは行けると思うけど、はいはいはい、そのスタジアムまで行くのにやっぱりどうやって行くっていうのがさ、知らない人多いと思うんだよ。そうですね、多いですね、やっぱり多くのな、人を集まってもらうためには公共交通機関をさ、まあいいじゃないか、公共交通機関をさ、使わないとさ、やっぱり発展はないと思うからさ。まあそうですね、俺たちさ、発信していこうぜ。で、今回ですね、まあ2人で行くのも寂しいので、うん、今日はゲスト3人来てくれた。そうですね、うん、ではどうぞ。はい、大畑隊のゆうやです。お願いします。コールリーダーのカズサです。お願いします。皆さんこんにちは。やっと YouTube に出れました。テンポです。お待たせしました。ちょっと僕言いたことあるんですけど、いいですか？この前の動画見たんですけど、皆さん、スタジアムにお越しください。何あの真っ暗な中で、あのテンションで。そんなんでお客さん来ます？もっといつも通りやりましょうよ。どうやってやるんですか、いつも来てほしいんですよね、お客さん2000人。みんなスタジアムに行こうぜ。俺っすよ、待って、なんですかその格好。いや、俺、来てますか。いや今さら来てますから、はい、ちょっと、そう、で、せっかくデーなんで、しっかり爪痕を残したいと思いますので、頑張っていきますね、はい、よろしくお願いします。ガンガン行こうぜ。一緒にスタジアムへ行こう。おー、はい、じゃあ今から出発したいと思います。ビアティンのね、スタジアムまで行くまではビアティンロードといって、本来ならここにね、旗がね、ビアティンの旗がダーッと立ってるんで、それを目印にしていくと分かりやすいです。じゃあ行こうか。じゃあ出発、レッツビアティン。言ったやろ。今回ご案内するルートは、桐蔭駅より消防署前を通り南下、コンビニのある交差点を曲がり、桐蔭町体育館へ、体育館の敷地を通り抜け中部公園へ、中部公園の道を通ってスタジアムへと向かいます。まずここね、消防署、ここの横断歩道を渡ります。結構ね、車通りがね多いからね、気をつけて渡りましょう。4人でさ、こんな鮮やかなオレンジ着とったらさ、何ってなるもん。引きますよね。カズさんは、ワールドビアティンした？僕は、あれですよ、もともとやっぱサッカー好きで、で、なんかツイートとか見とって、ツイッターってこと？そう、ツイッターで、たまたま、やっぱ、その、リュウジさんの、バス待ち、動画見つけて、三重にもこのチームあんねやろ、なんか元々サッカー見に行きたいなと思ってたんですよ、J リーグが。やった、
と地元のチームが三重県から行きやと思ったんで、あ、三重県に出るあれるチャンスあるチームあるなら出るかなって来たわけです。いいね、発信も大事やね。スタートも大事やし、そういうのスタジアムね。スタジアム、スタジアム。そうそう。あ、そうですか。あ、そうなんですね。3人ね。ありがとうございます。はい。こうやって。あ、そうなんですね。はい。あんた頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。もう時間も88分。うわ、すごい。結構8時にちょっと過ぎから、ずっと西の。西田信号降りて、で今稲部屋を見事通って、あ、すごい、若いですわ。長生きしてください。ビアティね、党委員長盛り上げますんで、はい、一緒に党委員長盛り上げましょう。お願いします。ありがとうございます。お気をつけて。はいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って。嬉しいですね。嬉しい。こういうご高齢の方でもさ、ピアティの見え知ってもらえるしさ、うんうん、こういう声かけってな、やっぱ大事だよね。はい、じゃあこのまままっすぐ行くと左側にセブンイレブンがあります。そしてその手前、ずっと左側ですね、今これ真っ青なんですけど、秋になるとコスモス畑、あのピンク色に一面になります、コスモスがね。コンビニあるとさ、めっちゃあれやね、便利やよね。ここでなんか買ってさ、あげていけばええしさ、今までコンビニなかったでさ、めっちゃありがたい。新しいですよね、ここね。綺麗ですね。オープンしたばっかりでな。セブンセブンでお願いしたかったですね、14。俺やったら何買おうかな、コンビニで。ポカリ。俺は、蜂蜜金柑のど飴。あ、でもそういうの、スタジアムでね、必要なのって結構ありますからね。やっぱ、のどで。お前は？ヤシナワンと。僕は、あれです。僕は、肉まんです。肉まーん！カズさんは？僕は、かば焼きさん4枚ぐらい買いますね、やっぱし。4枚 ?14 枚だろあ、じゃあ、正直合わせ。ゆうやは何買う？僕は結構リアルで、やっぱウィダー、試合前に絶対めちゃリアル。やっぱサポーターもやっぱ試合に入るとね、お腹いっぱいの状態だと、まあまあまあね、ちゃんと応援できないんで、そういう無難にね、はい、無難に言うタイプ。やっぱちょっと、あざといキャラ、ね、そうそう、みんなに受けようと思ってさ、あざといキャラでね。かばやきさん太郎最高やな。この総合文化センター前っていう信号を右折、右に曲がります、ね、はい。もうちょっと道が悪い。あ、ここ気をつけてくださいね。気をつけたら大丈夫。年配の方とかちょっと段差があるな。これずっとね、赤レンガっぽいところずっとね。おしゃれですね。うん、党員庁のね、施設で、左側は党員庁舎だね。はい、もうちょっと真っ黒いじゃん。手上げようか。横断歩道を渡るわけですね。そうそうね。ここ結構車通り多いでね、気をつけてください。ここずっとね、歩道があるんで。はい、この建物は何ですか？もういやいや、体育館ですね。そう、これは体育館でかいですね。ここ体育館の裏側を通っていくとスロープがあるんで、このスロープを降りていきます、うん、ここも段差がなくてね、
あのバリアフリーになってます、ね。ああ本当や。手すりも。本当だ。この道でずっとまっすぐね下っていくと中部公園があります。あの前回話したように中部公園ね、でっかい遊具もあるし、芝生もね、あってボール遊びもできるしね。よく来ますよ。来る？はい。お父さん？あの試合終わった後とか子供たちあのユニフォーム着て遊んでたりしますよね、サッカーしたりね。うちの子供ね結構友達とねサッカーしてるわ。試合見ると蹴りたくなりますもんね。そう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 。中部公園来ましたね。本当広いですね。初めて来たんですけどびっくりしました。初めて来た。綺麗ですね。綺麗やろ。綺麗。いいケースだな。ここまで来たよね。スタジアムでもうすぐですよね。屋根がちらっと。あ、ちょっと見えてるね。オレンジのね。屋根が見えてますね。かっこいい屋根が。なんか櫓みたいな。お城みたいな。いよいよシーランドに来た。この辺まで来るとこうテンションもめっちゃ上がってくるんじゃないですか。ある、ね、でこの遊具ね、この遊具をあの大人でもやりたい感じがね、まあ、乗りたいですね。乗りたいよ。あの、ね、あの滑り台さ、長い滑り台あるんやけど、めちゃくちゃお尻痛いで、ね、あ、なんか痒くなるケツ痛いよ。お尻痒くなるそうなるなる。ジジジーンになってめっちゃ楽しそう、楽しそう、めっちゃ楽しそう。あ、やったー、めっちゃ強い。お尻14分たちだったんですか。こんな楽しいこともあります。これはもう芸が起こる。この橋渡ります。はい。本来であれば右手に乗ることあるんですけど、まあ、ここちゃんと考えたら道路歩くよりはここの公園の道歩いた方がね安全やで、左行ってみましょう。じゃあこうやって歩いとるでさ、ちょっとなんかしようぜ。あ、じゃあしりとりとかどうですか。あ、ええー、な。やりました。じゃあゆうやから言ってよ。あ、僕から。わかりました。いきますね。ええよ。だからやっぱこのメンバーなんでビアティン。よし、もうしりとりやめよう。じゃあ、やめやめ。ゆうやさ、はい、じゃあ昨シーズンあったやんか、試合。あの、いっぱいあったけど、一番印象に残ってる試合って何？一番印象に残ってる試合は、やっぱり長崎のあの天皇杯ですね。おぉ、ちょっと俺行けんかったけどな、うん、いやもう、本当に熱気がすごくて、もう2点取られたけど、うん、前半の終わり際にちゃんと返して、2点。でもそこからもうずっともう、熱戦が台風やった、台風やったけど、いい天気来たもん。あの試合テンポコールリードしてんか、はい、そうですね、させていただきましたね。どういう感じっていうか、どういう思いやった。いやもうね、J リーグのチームと戦えるってことね、ほんと少ないじゃないですか。天皇杯でしか戦えないので、もう本当に選手たちが全力を尽くしてくれれば何かね、結果として勝ちるんじゃないかなっていう気持ちでもう熱く応援させていただいて、まあ、結果として次のステージには進めなかったんですけど、もう帰ってきた選手がね、挨拶に帰ってきてくれた時のね、時にもう本当に感動して、いやもう本当に、ね、涙止まらなかったですね。本当にいい試合やったっすよ。爪痕を残せたっていうかさ、うん、長崎のサポーターさんにもさ、すごい印象が良かったですね。そうなんですよ。やっぱり、うん、あれなんかさ、長崎のサポーターと交流とか、確かにツイッターとかでも今でもツイッターとかでありますからね、うん、本当そうですね。そういうのもすごいありがたいですよね、うんうんうん、なんかあったかいなと思った長崎がね。俺は行ってないのに、うん、こうやって温かさとか、うん、サポーターのね、素晴らしさとか、そういうのが見て感じ取れたで、うん、そうですね、やっぱり
行って、うん、やっぱり長崎のね試合ってねすごい良かったよなっていうのが分かった、うん、すごいた、うん、感動しました、めちゃくちゃ感動しました。試合もです、いいもの見せてもらいましたね、うん、今年もいっぱい行きたいな、行きたいですね、ぜひ選手たちにね頑張ろうぜな、うん、頑張ってもらって、僕たちが後押ししてね、そうやな、やっていきたいですね。いよいよ着きました、スタジアム。この道路ですね、渡ればスタジアムの敷地内に入ります。行きましょう。すごいですね、結構引っかかってよね。確かに、いい観光になりました。いろいろあったんで、あれって、ピアキンロードで旗があればね、ロードに行きたいな。そんなものないんで気をつけた方がいいから、ね、ここは気をつけたら、はい、じゃあ当院のスタジアムに到着しました。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうやった？でも楽しかったんですよ。あの試合前とかは試合今日どんな試合になるかなとかってあの話しながら来て、で帰りは今日の試合どうだったみたいなことを話しながらね、あの帰るとすごいあっという間だし、もうすごい楽しいこの距離になると思いますよ、移動距離になると思います。うん、15分から20分ぐらいかかりましたかね。そうですね、でも本当にあっという間だよね、程よい距離感で、はい、うん、この動画見てさ、うん、あの桐蔭駅から行こうかなっていう人がさ増えてくれたら、うん、僕たちも嬉しいし、うん、動画をね作った回もあるんでね、ぜひ皆さん、うん、桐蔭駅からスタジアムへ歩きましょう。おー、じゃあこれで今日は終わろうと思いますけど、あの、いつもの YouTube 一緒にやってくれよ。わかりました。そうそうそう、こっちかよ、こっち、こっち、以上、YouTube でした。じゃあ、行くぞ。わかりました。以上、YouTube でした。じゃあね、ゴーゴー、やるよ。バイバイ。マジでやらんな。パッパーパッパーパパパパパーパッパーパッパーパパパパーパパ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 、チャンネル登録お願いします。パパ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 パ